こうですよね。そうですよね。はい。生徒も入ってる。久泉神社氏子総代、久泉神社の氏子総代さん、続いて獅子連中世話人さん、この方々は提灯を手に持っております。その後ろ久泉神社総代の皆さんです。続きまして潮降り拍子木虎貝、天狗様、笛、舞妓。舞妓と申しますのは、獅子を踊る方、舞妓の皆さん。この行列で、土俵の上に上がります。獅子が3頭、土俵の上に座りましたら、盛大な拍手をお願いいたします。座ってる。そこはダメだけど、あっちに座ってる。もう空いてないかもしれない。ご覧ない。天狗様。
ね。マイコ獅子が登場いたしました。マイコ獅子を担当する方が参りました。ただいま土俵中央の間に3頭の獅子が揃いました。大きな拍手をお願いいたします。3頭揃いました。ありがとうございます。三頭の獅子は獅子に向かって左から目獅子、中央が大獅子、右が中獅子の順になっております。獅子を待ってる方をご紹介いたします。現在待ってます目獅子、岩崎雄一さん。目獅子は岩崎雄一さんが担当しております、左側の大獅子は野村明宏さんが担当しております。野村さんが担当しております、右の中獅子は鈴木翔太さんが担当をしております、続きまして皆さん土俵の四隅をご覧ください。桜と牡丹の花傘をかぶっている方々がいます。桜をかぶっている子供たちはササラという竹の楽器を演奏しております。ササラという竹の楽器を演奏しております、岩渕みなみさん、愛島まなみさん、お二人が今回の、ササラを担当しております、反対側ボタンの花傘をかぶって笛を吹いている方がいます。ボタンの花傘の下で笛を吹いている方がいます。新井勝之さん、広瀬瑞希さん、この方々が担当をしております。ここで獅子頭や獅子の装束についてご紹介します。現在舞ってます目獅子をご覧ください。目獅子の柱の部分には宝珠をいただいてます。他の大獅子と中獅子は宝珠ではなくて剣のようなものが、頭に乗せられておりますが、目獅子だけ宝珠をいただいて赤毛になっております。顎のところには黒い布の頬掛けをかけております、腹には大砲、朝の今度朝8番を、朝の袴足袋を履いております、これが目獅子です。現在舞は大獅子と中獅子の前に移っております、中央で舞ってますのが大獅子と中獅子です。二頭非常にこの獅子似てるんですが、柱のところについてある角がですね、尖った角とねじった角で大獅子と中獅子の違いがあります。装束等は先ほどと同じなんですが、柱の後ろに長い銅鐸という
鶏の一種なんですが、羽を長く垂らしております。これが、この種の特徴でもあります。この装束、朝地場の朝ごかま、現在の人とちょっと合ってないと思います。これはもともとこの獅子舞が伝授されたのが7月27日の諏訪神社のお祭りに奉納されましたので、これは夏の衣装を装束をつけております。天狗様が舞台に上がってきました。天狗様ご覧ください。舞台のところ、ただいま、桜の花がそれをかぶった、サハムスリを煽っております。天狗様、先ほど紺の衣だったんですが、天狗の面を持って上がる時には槍、刀、扇を持ってました。この天狗様は非常に大切な役割です。獅子全体を精通している親方、あるいは指導者の方が行います。途中舞を、忘れたりした時に指導をしたりする大変重要な役です。今回の天狗は田口和弘さんが担当しております。後でまた田口さんの舞もありますけども、非常に大切な役割を果たしております。この中庭の舞はですね、中堅クラスの若い人たちがやっておりますので、大変勇壮発達な舞になっております。大変、勢いのある素晴らしい舞になっております。私のですか、サークルです。ああ、ありがとうございます。ここで歌が入ります。笛、太鼓のリズムが変わってきました。ここで、獅子の歌が入ります。Thank you.
なリズムに変わりました。また勇壮な舞に戻りました。
った舞い方です。今までとちょっと変わってるかと思います。現在舞ってます舞を投げ鉢の舞と言います。投げ鉢の舞です。これ何を投げてるのか分かりますか。ここの、花笠、上にですね五色包丁とかの上りのところにありますけども、これ豊作祈願の舞なんです。どういうことかと言いますと、かつて田植えをした時に稲を田んぼの中に、田植えをする時の苗を田んぼの中に入れます。それを表した、所作の動きと言われております。ただいまのが投げ鉢の舞です。
ほどの、投げ鉢に対しまして、この鉢の所作を月鉢と申します。月鉢という鉢を現在披露しております。これは田んぼに苗を刺すときにしっかり刺すように、しっかり苗が刺さって豊作になりますよ、そんな願いが込められた舞、そういう所作になっています。月鉢の舞と申します。中庭の舞は笠田獅子舞保存会の若手の、これからの保存会を担う若手の方々の活発な舞、元気な舞を披露していただいております。首都圏ニュースとかあるじゃん。若手によります中庭の舞が無事に奉納できました、これからの予定につきましてご案内いたします。
あ、お疲れ様。お疲れ様ね。